ーて、ノルンノネット。俺たちの物語が始まるね。愛しの彼女は誰を選ぶんだろう。やっぱり俺じゃない？美味しいものは先に食べるのが一番だよ。お、アキトでございます。アキトー大人気のアキトさんですけど。あの話ですね。あの話。どうですか？どうですか、杉山さん。そうですね、僕開発に携わってたんで、わかんないですけど、とても素敵な仕上がりになってるんじゃないかと思います。一番人気のキャラクターなんですよ。お、はい、何ですか？一番人気のキャラクターなんですよ。あなた。あ、はい、はい、ありがとうございます。僕今4位でしたからね。そこで6位ぐらいです。ちゃんと調べるんですね。調べてるんですね。一応ね。一応スタッフが、こういう順位なんですよって教えてくれる。なるほど、なるほど。いらない。そうですね。いらないこの情報。特に空田くんと樹が大好きです、はい、残念ながら人気投票に間に合いませんでしたが、うん、いつでも樹を投票しています。また1位を目指して、もうちょっと早くやってくれればね、もう1個ぐらい順位が上がったのかな、はい、1位を目指してください、ゆうささんって最後、はい、頑張ります、はい、はい、ありがとうございました。人気投票ですよ。人気投票、人気投票、なんか僕ね知らなかったんですよ、はい、4位だったって。結局ね、発売されて4位になりましたよっていう残念なお知らせしかいただいてなかったんで、はいはい、あれなんですけど、1位はなんかここにいるそうじゃないですか。はい、え、なんでしょう。ここにいる人じゃ、そ3分の1だよね。ね、それだってですよ、僕が言った方がよろしい的な、なんか君だったのか。すげえやそんなベタな驚き方。僕もでもついこの間まで全然知らなくて、たまたま CD ドラマの収録でお伺いした時に初めてお聞きして、はいはい、そうなんですか、ありがとうございますって、あの P に言われたんですよ。あの P に言われたんですよ。はい、教えていただいて、僕ゲームの収録の時に、はい、月が1位ですから今人気投票がって言ってたのは、もうCD ドラマになったらそうなってるのかね。きっとね、皆さんの中でいろいろこう順位が変わるんですよ。その今後ね、またさらに変わっていくと思うんで。でも何だと思いますか、1位になって要因って、自分的にキャラとして、うん、どうなんでしょうね。だから皆さんこう、あのベタに愛を支えてくれる人もいいなっていうのもあれば、うん、ちょっと現実だとなかなかそうベタにこう愛を支えてくれない、やっぱこうちょっと照れがあったりとか、うん、こうなんか葛藤があったりとか、はいはいはい、そういうのが、あの、まあ、ツンデレという、ね、そうね、ツンデレでしょっていうのが、あの、ツンデレっていう飛び道具を持ってるわけです。リアルっていうのとも違うんですけど、微妙なリアリティがあったのかなっていう、なんかね、それですよ。いいな、僕伸びしろのある最下位12位だから。もう伸びしろばかりじゃん。伸びしろしか、もう伸びるしかない。そう、本当にだって落ちることはない、ね、もう上昇しかない。大丈夫、ずっと見上げてますから、本当に。ここで学んでった方がいい。勉強になります、本当に。やっぱツンデレって言ったらもう最大の飛び道具。そうか、正宗もツンデレだったらよかったのか。保護者だからな、あいつ。2位があれでしょ、はい、2位があの夏彦でしょ。ああ、そう。あの銃を持ってる。銃を持ってる。飛び道具です。飛び道具がないとダメなの。飛び道具か。飛び道具つながる。物理的な飛び道具でもいいんだな。飛び道具、どうって物理的でも精神的でもいいけど、飛び道具を持たないとダメなの。そうかー。どんな飛び道具がいい？俺なんだろう。君だって過去を見ることができる。そう、過去。でもね、その飛び道具見るだけなんだ。はあ、そうなんだ。そしたらほら、ヒロインの子に君の辛い過去を分かってあげられるみたいな。ああ、なるほど、共感する方向で。そうそう、他の奴らには分からない君の辛い過去的なね。そうそう、分かってあげられるじゃん。ああ、そうね。そう、いいじゃん、A カップだって。そんな傷えぐってどうすんだよ。傷に粗塩をすり込んでどうするみたいなね。でも中の人的には A カップでも全然 OK ですけどね。中の人的にはね。中の人的にはそういう番組じゃないんだよ。やりたいならやっていいんだけど。どんな趣味をカミングアウトする番組。でも佐藤君どう？いやーねー、キャラ的に、うん、いやでもキャラ的にいいところはやっぱり理解されてない部分がある。そうなんですよ、まあ、なんかね、話を聞いたら能力を使う場面が非常に少ない。そう、最後の最後なんで、うん、もうちょっと早い段階からね出してこうヒロインをフォローしていけたらいいのかなと思います、ね、でも性格的にちょっとここを押していきたいみたいな。そう、まあ、ね、本当はこういういいやつなんだよっつって。包容力、包容力、包容力、何をして包容力なの、ね、年長者だし、乗るの中でも、あ、年長者っつっても割と僕も年長組の方だからね。どうしたらいいんだ。ローンも年長組。そうか、そうか、そうか、なんだろうな、頑張らなきゃいけないね。具体的な、その包容力の内容的なの、そう、もうちょっと、ね、分かってあげられる、どういう時にこういう風にしてあげられる的な、うん、もうちょっとその包容力を、なんていうんですかね、あの
男を見せるタイミングで出せたらいいのにね、彼はね。まあ、この先ね、どうなるか分からない、イベントもあるわけです。そうですね。そういう時のドラマとかで、そういうのをフィードバックするかも。ああ、そうかそうか。皆さんに、今後、あのね、ね、物語を展開するときに、こういう、もうちょっと。こういうね。ね、見せ場を増やしてほしい的な、ね、今ね、リスナーの皆さんを通してスタッフにもアピールしておかないと。あの色っぽい時は大概あのお菓子を食べて酔っ払ってる時なので、はい、そうでもない度胸があったらいいなと。お酒に頼らない、頼らない、頼らない、勢いに任せない、だそうですね。杉山さんの方もありますか。はい、じゃあ一通ご紹介させていただきたいと思います。はい、ひよこネームゆきこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてメールします、うん、いつも楽しみにしています。ありがとうございます。今日とある大型ショッピングセンターに行ったのですが、はい、そこのゲームセンターにノルンブランケットの UFO キャッチャーがありました。大きさは 100×70 のサイズです、はい、結構大盤ですね。そうですね、うん、どうしても欲しくなり1回200円、3回500円の UFO キャッチャーだったので、とりあえず3000円を、はい、100円玉に両替して挑みました。いきなり突き込んだのかな。はい、もういつでも投入できる、できるように。とりあえずまず500円を入れて、最初は試しだなと踏んでいたのですが、うん、なんと500円括弧3回で取れてしまいました。あら、思わず興奮して一人でガッツポーズしてしまいました。とても素敵なブランケットです。という私は人気投票4位の方が大好きですって最後書いてあるんですけど、ああ私ですか。私のことですね。で素敵なブランケットゲットされたっていう、はい、すごいですね。私ね4位なんです。そうなんです。4位なのにパーソナリティやってるんです。いやそこ関係ないですよ。4位って結構上位じゃないですか。そうね、発売前1位だったんです。おろ、発売されて4位だったんです。なんでですか。いや矢田さんのね、こう喋りを皆さん期待されてるんですよ。まあでもね、幸せです。でちなみに今日1位の方をお迎えしてますからね、2回目ね。何にも言ってないんですけど。